周りで風邪ひきさんが増えてましたですね。で、病院に聞きますと、インフルエンザの薬も、今、どんどんストックをしているそうです。これからまたインフルエンザがまたね、流行るんだろうかなという心配をしてますが、皆さん、いかがですか？特に子供たちがね、本当に沖縄の子供たちって、ね、ボギちゃん、雨に濡れても傘ささないよね。あ、俺たちもそうか。だって沖縄っていうのは学生なんか見てても雨降っても傘はささないそうなんですよ。まあ、ね。大人がね、そういう習慣づけをしてしまったのかな。まあ、いつ、どうせ乾くやっていう、定型主義の考え方がありますから。そういう意味ではね、でもこれからまた風入りますんで、皆さんお気をつけくださいね。さあ、この番組はですね、何をやること、まあ、音楽を中心にですね、いろいろ委託しながら、ね、皆さんとも、ね、何かありましたらまた、ね、お問い合わせいただければ、ね、それをテーマにまた話を広げていきたいなと思うんですが、ボギーちゃん、音楽に目覚めたのいつ頃？まあ、自分は高校の頃にですね、大滝詠一おお、の曲を聴いはい、て、大滝詠一さん。大滝詠一のちょうどロングバケーションっていうアルバムが出た頃なんですけど、まあ、友達の家ではこのレコードが擦り切れるまで、もう何度も何度も一晩中かけて聴いてたんですよ。なるほどね。だからもうすごい大滝詠一さんの曲が好きで、あと、佐野元春さんとか、あと最近っていうか、まあ物心ついてからはもう山下達郎さんファンになりまして、どっちかというともう夏っぽい曲。そうですね。もう僕はですね、小学校の頃は、うちの、兄貴が船木和夫さんのファンで、船木和夫さ船木和夫ん。さん、高校3年生とかね、あの辺だったんですけど、僕がね、小学校6年生の時に、友達、同級生の、すぐ近くに、うちがあったんで、遊びに行ったんですよ。そしたら、その同級生のお兄さんが、ベンチャーズのファンで、ベンチャーズサウンドを聞かせてくれたのね。そしたらね、衝撃、ショックを受けてですね、ああ、こんなすごいことがあるんだと思って、ベンチャーベズ。ンチャーズです。テケテケテケですよ。で、それをね、もう気に入って、レコードで、頃ね、レコード買って、そして、それこそ、だからまあ今、ボギーちゃんが言ったように、擦り切れるほど、聞いて、で、頃ってまあ、エレキギターなんか周りにあるわけないんですよ。で、なんだろうね、クラシックギターに鉄弦を張ったギターがあって、で、もう、もちろん楽譜とかもないから読めないし、これをレコードを聴きながらこう覚えたという、若い頃ってすごいなと、集中力ね、もう本当に思いますよ。今そんなことしないからな。ねベンチャーズですえ、アベか。ンチャーズですまあ、よ。確か私も聞いたことはあるんですけど、そこまではのめり込んではないと。ああ、そうか、そうか、そう、ね、大滝詠一さんからだったらね、そうですね。そう、だから僕はね、だからあの頃、だからビートルズ、英語ができないから、ビートルズ行かなかったのよ。あの時にビートルズ行ってればなぁとは。まあ、隣住んでたいとこの兄貴が、上下真っ白ないでたちでですね、ロックンロールやってたんですよね。そうか、ウエスタンカーニバルの時代から。もうそれよ見かったた。ときに何が面白いんだろうと思ってたりしたんですなけるほど、どね。好きこそほどの上手なりでね。玄ちゃんもああいうふうに白いいやいやいや、俺たちのトラ場合、ボルタみたいなやつやってたんやってないやってない。あの頃だってほら、ベンチャーズってそんな衣装は関係ないのよ。持ってるギターが、モズライトっていう、もう独特な形をしたギターを、だからギターもベースも持ってて、それがまた真っ赤とかね、真っ白とか、だから加山雄三さんが、このベンチャーズと共演して、白いモズライトをもらって弾いてたんですよ。だからエレキの若大将の頃ね。もう、だからね、あれ見てね、羨ましくてね、もう指越えて見たんですけど。早速ネット中継を見てるシンマンさんから、ベンチャーズといえば京都の恋と。京都の恋か。僕らはその、もっと前なんだね。京 都の恋、はい。京もっ都との前。恋いいよね。そうそうそう。パイプラインとかね。もうだからそういうテケテケの本当にダイヤモンドヘッドとか、もうそういう頃ですよ。もう本当に懐かしいよな。全然意味が分かりませああ、ん。ですよね。まあでも、玄ちゃん、これ、FM 何時から生放送そう。で生放送ね、です。お送りしてるっていうことで、実は今、
このラジオ放送の他に、はい、まあ、ネットのツイキャスで、はいはい、ボギーチャンネルでね、はい、映像でも流してるんですけど、はい、なんかサテライトスタジオっていうのは、うん、あの買い物客のお客様方がね、はい、そうそうそう、っててすごい賑わってるんですけど、はい、かなり恥ずかしいような。いやいやいや、え、あの、もっとお客さんいた方が嬉しいんじゃないか。私なんかもう檻の中にいるパンダのような気分なんですけど、はい、元ちゃんはまあ慣れてますから、ね、いやいや、やっぱりあれですよ、あの、こう関心を持って、あの、立ち止まって聞いてくれたら嬉しいなと思うんですけどね。いや、うん、でも今日始まったばっかりですからね。そうそうそう、海のものとも山のものともわからんでしょうからね。まあ、ナマコみたいなもんですよ。ガンに効くというやつですね。いや、しかし本当に今年はもう、はい、私個人的に魚が全く釣れてなくてです、ね、あ、そういえば最近釣れてないよね。釣れてないんですよ。サメゴレが釣れたの。実はあの、はい、チャンネルさくらという番組のロケで、はいはい、この釣りのロケに行ったんですよ、ね、はいはいはい、で上下装備バッチリ決めて、うんうん、今日はでっかいチヌを釣るぞーって気合を入れた、はい、たすると竿がピクピクと動いたんですよね。さあ、これは来たぞ、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 来るぞ、来るぞ、来るぞ、きっと来るって言ってですよ。来ましたよ。来た、なんだ、来ましたよ。うん、ね、ピョコって引いてから巻いたら、うん、軽いんですよね。軽い、何かがついてる感覚がある。釣れてはいるんだ。釣れてはいるんです。で、これね、何か一応かかってるけどなと思って巻いてると、うんうん、あの、海面になんかソフトボールみたいのが、あ、波を蹴立てて近づいてくるんです。ハリセンボーンってやつ？ソフトボールです。え、でしょ？ソフトボール。え、本当の、本物のソフトボール？でね、なんかボールみたいのが近寄ってくるなと思って、うんうんうん、あの、すぐ近くまで来た時にも気づいたんですよ。うん、あ、ソフトボールで分かった。あの、針のついてないフグだったんですよね。ああ、いやいやいや。確かこれロケで撮ってるもんですから、うんうんうん、もう、ごまかせませんね。ごまかせないんですよ。そしてもう仕方がないので、うん、海面から釣り上げたら、うん、これもバッチリ取られてしまって、あら、するとね、この釣れたフグが恨めしそうな目で私を見て、うん、ググググ、あ、泣くんだよね。泣くんですよ、ね、はいはいはい、ね、こんなでっかい餌をよくもこんな口で食ったもんだなと思う。本当にもう呆れ果てるやら悲しいやら、はい、ね、もう膨らんでるフグを、うん、あの、もうこんなの持って帰れるかって海にポーンって投げたら、投げた、しばらくね、うん、プカプカ浮いてるんですよね、はいはいはい、プカプカ、あ、プカプカで浮かれますよ。皆さん、はい、プカプカと浮いておりまして、うんうん、まあ、どっかで浮いてるのあるらしいんですけどね、うん、フグ以外にも、はい、まあ、このプカプカ浮いてるのが、うん、だいたいそうですね、20秒ぐらいするとプシューって、あ、こう、こう、こう、お腹の空気を抜いて、抜いて沈んでた。でもあれから今年はもう魚が全く釣れない。あら、まあ、そうか。この後に行った海で釣ったやつは、うん、なんと、うん、沖縄ではエモンカケって言いますけどね。え、何エモンカケ？ハンガーのことです。おお、あ、ええー、ちょっと待って、どっちも生き物じゃないじゃないか。ハンガーで釣れたんです。ハンガー。で、靴下も釣れました。うわ、はい。つい最近はあのビニール袋も釣りました。あ、いいえ、な、釣り竿も釣りました。釣り竿も釣ったんですよ。あら、もう海を汚しちゃダメですよ、皆さん。ね、もう本当にろくなもんが釣れないという、ね、状態が続いておりまして、うん、最近ようやくあのだいたい37、8センチぐらいのガワラを釣ったんですけど、うん、おお、はい、あ、見た見た。はい、フェイスブック見ました。けど、はい、あの、肝心なクロダイ、チヌは全く上がらない、はい、だから今日もこうイオンで、うん、あの、鮮魚売り場にチヌが売ってると思うんですけど、チヌ買って帰る、買って帰ろうかなと思うぐらい本当にね、うんうん、もう魚を見ると羨ましい。そうか。ただね、うん、でっかいのは釣りましたよ。ココバガワなんかのすごい引きをする魚がいて、これは何度もかけております。これは何、何、あの、これはですね、あの、ジャンジャン、別名ジャンジャンってやつ、別名サメスケと言いました。あ、サメスケ、サメスケ、かわいいんじゃない、その名前は。いや、サメスケですから、まあ、オオメジロザメ。あ、じゃあ大きくなるとあの人にも食いつく。うわ、あの上手だ。まあ、私が釣ったのだいたい60センチ、70センチぐらい。はいはいはい。あと大きいので1メーターぐらいのサメが、なんと、サメ、ココバ川で釣れるんですよ。ちょっと待って。ということは、ココバ川で泳いだらやられるってこと？
まあ、サメはですね、ただ自分より大きなあ、そんものな大きにはな食のいはつないかないって言われてるんで、ただこの黒板側では、近くの豊見城高校の生徒たちがカヌーとか練習してますので、危ねえ、危ねえな。これだから警察の方も見回りしてましたよ、ちゃんとね。そこのところはやっぱりしっかりしてます。そうそう、やっぱり注意しとかんと、ね、もう想定外にぶち当たるとパニックするからね。これ釣り上げると何をするかというと、めいごをさして、名護さん。めいごをさ、サメにめいごをさして、もう海に返すという。鼻つらをパンチ入れると。パンチ入れると多分食いつかれたら。食いつかれるのか。逃げていくという話じゃなかった。ダメか。まあ、陸にあげた後ですからね、そうかそうか。畜生っていう感じで、猫みたいな目でにらみつけてくるもんですから、スーパーメゴさ、ゴツンってやって、また川に返すと。龍神マブヤか。そうか、もう全然、ね、メゴサクラってね、平気で沈んでいきますからね。そうか。玄ちゃんも釣りとかは釣どりはね、釣りは釣ってきたのをありがたく食べる方。だから大きな釣ってこいよって送り出して釣れたのをありがたくいただくという。そうですよね。まあ、一般の方々は、まあ、こちらのね、用みたいなところで買って、そうなんおだ家で用意ね。して美味しく食べるっていう感じなんですでもやっけぱりお魚さんって取りたて美味しいよね。ど。いや、これね、玄ちゃん、違う実の？は魚っていうのは釣ったばっかりの時よりは寝かせ一る。晩置いた方あがら、うまい。本当？あこら。れ本当の話です。あらららら。だからね、同じ、例えばチヌでも、自分が釣ってきたのをその日で食べるのと、こういったショッピングモールで売ってる魚を食べるの、どっちがうまいかって言ったら、このお店で買った方が美味しかったです。そう。これ理由があるんです、実は。どうして、どうして。よく熟成肉って聞いたことあありるんでますあよります。ね。牛肉もすぐ屠殺したばっかりじゃなくて、かなり時間を置いて焼くのがうまいって言うんですけど、魚も一緒なんです。やはりまあ、一番うまいのは7日2日ぐらい経ったと言われてますけど、この細胞が酵素で分解をされてですね、うまみがさらに増すと。酵素の力すごいよね。酵素。で、やっぱりこうちゃんと下処理、血抜きするんでしょ、魚取った。血抜きはやっぱりやらないとダメですだね。ね。これやっぱりちょっと小さい魚そんな気にしなくていいんですけど、まあ、結構大きな魚も必ず血抜きはしないといけない。そしてさばいてすぐ食べるんじゃなくて、一晩二晩置いて食べると、さらにで、冷蔵庫の中で。冷蔵庫、その時に冷凍しちゃいけないと。冷蔵冷蔵だね。冷凍したらもうカチンカチンになってあれだもんね。また解凍熟成に。が進めます。おかしくなるからね。で、水っぽくなっちゃいますんで、まあラジオ聞いてる皆さん、みんな、ね、釣りしてる人たちはご存知だと思そううんでだよすけどね。ね。だから、釣りたてもうまいが、店で買う魚もうまいというそういうことことでごか。ざいました。例えばさ、この南城市でしょ？この周辺でのポイントってあるじゃん。よく魚釣れる場所とか。これ教えてくれないの？私が、だって玄ちゃん、私、今年魚釣れてない。釣れてないのか、そうか。私に聞くこと自体が間違ってごる。飯とか、そうか。で、今日このね、ラジオ、館内で聞いてる人は、そっとね、紙に書いて差し入れしていただければ、いいね、いいね。放送しようぜひ、かなと思いますけど。南城市周辺でお魚が釣れるポイント教えてくださいな、皆さん。いやー、もう本当に自分は音楽はもう聴く一方で、もうずーっと魚釣りばっかり。まあ、自分の父親が趣味といったら魚釣りしかなかったんです。そうか。子供の頃遊びに連れて行くと、やっぱり釣りに。釣りばっかり。で、そう。未だに最初に買ってもらった釣り竿のことを覚えてるんですよ。あらら、で、そ当時の釣り竿っていうのは沖縄では、はい。親睦って言ったんそう、です神よ木。ね。だから親竹を取ってきて、これに紐をつけて、針をつけて、睦。ただこれ、僕らこれだけで、これでやってましたよ。だって買うお金ないんだもだって、ね、リールとか、ん。いやいや、そんな贅沢ブでラッもわドからロん。ッドのサウナっていうのは、これ、当アたメリカる。人しか持ってないし、そ外人ばっかりでね。う。我々は、うちのアンチは、そうそう。竹竿、そうなんこでのすよ。竹竿を沈黙。そう、沈黙だよね。沈黙と言っあれて、でね、叩かれたことがありましたよ。おい、痛かったな。死なるからやろ。で、この沈黙がですよ、ベンチはなかなか折れないんですよ。すごいよね。すごい。この先に、
あのテグス、はい、糸を結んで紙つぶし の、うん、あの重りをつけて、うん、針をつけて、はい、でそこにサンマの切れ端をつけてポトリと落とすだけ。サンマ俺が食べたいよな魚肉やすいよ、ね、自分たちがやってる時サンマじゃなくてこの堤防のところからカサカサカサって歩いてる船虫なの、パクッと掴んで、僕がやった時にあのもう耳じゃん、あのあれネズ、あのなんで、ミミズ、ね、ミミズを、ミミズを取ってね、それをかけてた。よく食ってたよ。あの、何あれは、あ、ボラじゃなくて。山と上ですか。いやいやいや、うちなであれは、あれさ、のピあテラ、テレピアテレピア、テレピア、テレピア。だからさ、だって、テレピアですか。そう、だから面白いさ、釣れるから。なんでも食うさあれ。なんでも食うさあれ。テレピアは。そう。釣れますよ。いやでも、ね、食べられる、まあ、でも、綺麗な水に住んでれば。食べられるんですけど。いや、本当はうまいです。うん、だからね。魚一時期あのあれをあのこうタイの名前をつけて売ってたっていう。桜鯛かなんかで。なんかね、あったよね。ですよね。はい。はい。で、もう本当にあのこうそれこそ10匹20匹ボンボン釣れるんですよ。でもほらあのこのあのマンコ公園でマンコでしょ。もうなんか水が汚いし、これ食えんなと思ってね。いや、もう今のけんちゃんの名称は言葉は。多分県外で放送禁止、ね、県外で放送禁止だ。失礼しました。だってお俺たち の、 あの中学校の校歌にしっかりとこの入ってるけど。なんて浮島のマンコのほとりそびえ立つ我らがポポって、ね、入ってるんだよ、はい、入ってるんですよ、はい、そこでかだから校歌ですよ。校歌校歌もう多分今日地上波じゃなくてネットで聞いてる人もうもうもう今自分ずっこけてますね。まあ、フィルマごめんなさいね。振り返ってるんじゃないかと。だからね。いや、はい、でもね、本当にそういったあの親父に連れられて、うんうん、釣りをしてるとき、夜釣りをしてるときに聞いてた音楽で記憶にあるのが、はい、すごいね、まあ、昭和の曲なんですけど、うん、昭和、うん、昭和。昭和いい曲たくさんありますよ。そうなんですよね、はいはい。あの頃の曲っていうのはもう、うん、いろいろ。うん、あったんです。秀逸ですよね、みんな。けんちゃん、どんな曲が？もう、だって、もう、あの、何、夏メロから、それこそ僕らが聴いてた、あの、まあ、午後三家とか、あの辺もそうだし、で、フォークソンググループサウンズ、まあ、もちろんその前は、あの、ロカビリとかね、あの、こう、あのね、新中軍って。新中軍いつも違う。いやいや、いや、だから、エルビス・オン・ステージの映画で見たときに、おー、かっこいいってさ、新中。いや、かっこよかった、俺から。驚きの、うん。もう、そういう意味では、だから、ほら、もうアメリカのあの、文化って、もう俺たちはもう理想、俺、ああ、こう、羨ましいなっていう映画もそうだしね、もう、サウンド・オブ・ミュージック見たときにね、おお、こんな映画作るんだ、この人たちは、と思ってね、歌もみんな素晴らしいし、ジュリー・アンドリュースがね、この夜、まあ、夜釣りをして、うん、まあ、車のラジオが流れてた曲で覚えてるのが、はいはいはい、ブルーライト横浜。あっちゃーい、あいちゃん、はい、夜の夜景を見ながら、はい、あの竿の先に鈴をつけてですね、これ多分小学校1年生が幼稚園ぐらいの時だと思うんですけど、うん、街の明かりがとても綺麗で横幅、あれ違うか、横幅じゃないですよ我々は横幅なんです、はい、横幅なんです、はい、まあ、それ聞いてて、うん、あのすごい夜景が綺麗だったんですね。本当にだって俺あのこう明かりってそんなにあの頃ないもんね、はい、でやっぱ集中的にあのもうそこが綺麗だったもんな。目の前にちょうどあの基地があって、はい、あ基地の明かりがすごい綺麗に、うわ、そう、それがあの海面にキラキラ、キラキラしてて、うん、まあ、その中で車のラジオから、うん、まあ、それが流れてきたのがすごい思い出ですね。いいよね、はいはい、あ、僕なんかもうだからもうこうベンチャーズから入ったじゃん、こうでそれからフォークソング、まあ、グループサウンズとかそういう方向にこう流れていったんで、もうそういう意味でその歌たちはみんな未だに残ってますよね、キラバシのこと、はいはい、で今早速あの、うん、メッセージが来ております、はいはい、あのラジオネームラプタさんが、はい、ありがとうございます。テーブルの上に置いてあるヒゲのキャラクター人形は何ですか、うん、かわいいですねっていうことなんですけど、これ何時くん、この子何時です、ね、何時です、現時ではないですよ、はい、これね、この何時、私あのこれスタジオの外にも大きく貼られてますけど、はい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 、
どう見てもこの南城市長そっくりに見える。小屋市長似てる？小屋市長聞いてますか？どう見ても小屋市長でしょ。あ、キャラクター。ああ、なるほどね。全くですよ。あ、言われてみる。市長がね、あの麦わら帽子かぶったら全くこれになっちゃうんだよ。はい、よう似てるんですよ、ね。はいはい、前に本人に、これ市長のそっくりさんじゃないですかって言ったら、うん、ゲラゲラ笑ってました。こんなね、なんか親しみのある。だよね、ほんと、かわいいよ。で、やっぱりあの全国でも、あのこの何時はね、結構あの人気になってきてるんですよ。で、かわいいからね、こう、いろんなまたあのキャラクター商品があるんで、はい、それをまたお土産に買っていったりとかしますよね。で、なんかこの何時はくまモンと一緒で、なんかフリー素材にしてるらしくて、ね。あ、ね。そうか、じゃあ、あのこの何時のこう南城市には、この使用料が入らないんだ。全く入らない。ああ、そうか。ね、まあ、これこんな面白いキャラクターですね。はい、はい。いやね、よくこれ考えてますよね。本当だな。で、ほら、何時の着ぐるみ、あ、着ぐるみって言った悪い。何時がいるんだけど。市長室にですか？いやいやいや、あの、イベントとかに、はい、もういろいろのあちこち出張するんだけど、もう大人気、子供たちがね、わーって寄ってくるんですよ。もうね、この愛らしさはね、いいよね。まあ本当に南城市を象徴するようなキャラクターなんですよ。ですからね、うん、もう本当に親しみやすいっていうか、そうそうそう、見ててなんか癒されるようなキャラクターっていいですよね。まあ全校でもこうキャラクターの、 あのコンテストとかあるんだけど、多分結構上位の方に行ってるんじゃないかね、南城。おお、誰かに玄ちゃんのキャラクターで描いてもらいましょうか。うちの友人たちの医師がいっぱいいますから、ね、そうだね。ぜひよろしくお願いします。誰か作るかもしれない。で、作ってちょまけ。違うか。何をおっしゃる。ふたげさんで。だからよ。いやー、でも現在、はい、今日初めての放送中には、はい、2人で思いっきり盛り上がってます、ね。リラックスしてますよね。ただスタジオエアコンが効かない。だから切れてるっていう。はい、すみません。私あのずっとあのうちわをうちわ、あ、うちわの話でごめんなさい。絶好調。そろそろ苦情が来るんじゃないか。簡単にいる人たちずっこけたりしてね、はい、ごめんねごめんね。今日もあのネットの放送の方でたくさんの方々が聞いております、はい、ありがとうございます、はい、ネットのリスナーの方々の、はい、今見えられている方を紹介しますね。はい、お願いします。ラジオネームラプタさん、あ、はい、ありがとうございます。それからリスコさんもあの見えられている。あ、それから、ボギー中佐さん、あ、中佐さん、はいはいはい、こんにちは。アキさんもお見えですね。はいはい。はい。そして、目玉焼きさんに、シンマンさんもご覧になっております。ああ、たくさんいらっしゃいますね。大阪の方から、なんと南大阪の田舎者さんがご覧になっていただいて、いつもありがとうございます。本当にお昼時間ということでね。はい。あと、森さんもご覧になっております。あららら、ありがとうございます。いや、すごいですよ、現地は。ありがとうございます。すごいね。いろんな人たちが見えております。まだ初回です。初回ですよ、今日。はい、すごい。これきよさんも、こんにちはということで。はい、メッセージに来ております。すごいね。しかし、あの、今日、第1回目の放送なんで、はい、こんなにメッセージがどん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 。来てますね、来てますね。すごい。来てますね。ですね。はい。はい。まあでも、あの、皆さん、本当に、ゲンちゃん元気かねっていうことですごい心配をされておりました。はい。ゲンちゃん元気です。はい、違うか。ぜひ、ゲンちゃんのカメラに向かってまた皆さんに。イェイ。彼さんもお見えになってます。ありがとうございます。はい。彼さんはなんと、こんにちは、静岡から見てますよ。お、静岡から、ありがとうございます。この放送、静岡で聞いてた。ねえ、すごいね。ネットってすごいよな。ありがたい、ね。ありがたいし、はい。ひょっとしたら、世界中で誰か見てるかもしれないですよね。多分、そうですね。地球の裏側、アメリカあたりで見てる方、多分いるんじゃないかと思います、ね。はい、はい。ぜひ皆さん、玄ちゃんに激励のメッセージを。あ、ありがとうございます。はい、あ、レイコさんもお見えになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にこんなにたくさんの人が、嬉しいですね。聞いていますからね。はい。はい。それから、ラジオネーム、ゴルフはボギーペーさんからのメッセージで。はい。点数が手放さないゲンちゃんです。はい、ということで。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。暑い。暑い。スタジオの中暑い。暑いですよね。クーラーが効いてないという。なんかいまいち効いてない。はいはいはい。いや、クーラーがないと。ねえ。ですよね。あ、はい、それから、ラジオネーム、竹内さんからメッセージが来ております。はい。なんと、京都から見てます。あら。そう、京都から。ありがとうございます。寒いですか、やっぱり竹内さん。多分ね、盆地だから寒いだろうな。寒いですよね。うんうん、今日なんか、
かなり冷え込んでるらしいんですけど、はいはいはい、沖縄は朝方ちょっと涼しいんですけどね。そうそうそう、もうね、もうクーラーなんか今入れられないですよ。入る当たり前から、はい、涼しかったんですけど、はい、まあ、太陽が上がってからまたちょっと暑くなっちゃいました。だからこの昼と夜の気温差が ありすぎて、もう風邪気さんが増えるんですよ。はい、で気をつけよう。早速、うん、あのラジオネーム新満さんから、京都は寒いです。あ、そうだよね。いや、はい、すごいですね。あ、それから、うん、沖縄県内からのメッセージが来ています。お、はいはい、ラジオネーム沖縄サンゴハートさん。あ、はいはいはい、名護から、見てますよ。ありがとうございます。すごいですね。これラジオなのこれっていう感じだよね。はあ、追加するとすごいわ。普通はもうね、これラジオだけっていうのなんですけど。そうそうそう。で、電波がね、届かない。もうミニ FM だから電波が届かないんだけど、今、ネットでもう世界中に回るからね。そう。すごいよな。はい。それから、ラジオネーム、ボギー中さん。おお、ボギー中さん。手紙食うのも忘れて、番組を見入ってるような。ありがとう。はい。北九州も寒いです。あ、やっぱり大変だね。ねえ、沖縄においで、越冬つまめしに、はい、そして、ペンネーム、ラプターさん、はい、都内も強い風が吹いてて寒いということですね。あ、そうか。いや、実に、もう、そうそうそう、あちらこちらから、寒いっていう声が入ってきてるんですけど、うん、ちょうどあの、なんていうの、季節が変わる、変動の今、シーズンですよね。もう昨日まで半袖だったのに、いきなりなんかこう、寒くて。暑いのをつけないとっていう。そうです。昼間暑かったら今度夜中寒い、ね。そうなんですよね。だからちょっとご年配の方々はね、うん、ちょっときついかなと思うんですけど、はいはい、まあこれはどうにか洋服とかで調整していくしかない。うん、ぜひ風邪をひかない方法としてはビタミン C、サプリメント、これはですね、毎日続けて飲んでると風邪ひかなくなりますよ。はい、ぜひお試しあれ。あと体温できるだけ下げないようにすることも必要です。下げないように、ちょっとね、うん、体が冷え気味の方は、あ、冷え性の方、はい、夜寝るときに、はい、温める、まず温かいものを飲む、例えば、はい、ホットココア、はいはいはい、であとこれ肝心、うん、靴下履いて眠るんですよ。あ、はい、靴下 2枚とか3枚とか寒さに合わせて、もう靴下1枚ぐらいでも十分なんですけど、はい、靴下を履いて寝るだけで、うん、体が冷えないっていう感じでございます。まあ、ですからちょっと自分に軽症だなと思う方は、寝る前にあったかいホットミルクでも飲んでます、ね。そうですね。だからもう自分が軽症じゃないからわからないけど、もう寒い時に寝られないぐらい寒いって言いますよね、軽症の方は。もうだからその辺はね、うん、ぜひそういう工夫をして暖かくして、ね、はい、寝てください、ね。またラジオネーム玲子さんから。あ、玲子さん、玲子さん、福島らしいですよね。寒いだろう。あ、でも今福島はこう果物を、いろんな果物が多分もうね、もう出回ってるはずよ。美味しいんだよな、福島のね、リンゴとかね。今だったらリンゴかな。はい、そうですね、うん、今ラジオネーム竹内さんから、はい、先日沖縄に来たということでね、うんうん、初めての沖縄で、ボギーさんをはじめ、うん、ガナーさん、大山隆夫さんの、まあ貴重なお話を聞けてありがとうございましたということで、うん、本当に学びになったら嬉しいかなと思います。いやいや、沖縄にいらっしゃってありがとうございます。本当に嬉しいです。実はね、今日ラジオを聞いてる皆さん、そして館内で聞いてる皆さん、うん、ネットで聞いてる皆さんに、うん、お知らせっていうか、うん、これは私事なんですけど、はい、今日ここで喋ってる源ちゃんですよ。あ、いやいやいや、実はこの福島で、はい、ね、さっきの東日本大震災で、そう、まあ、福島でそういった原発事故があってですね、そうなんですよね、全くこの福島の、果物とかが売れないときに、当時から源ちゃんはこの福島の農家の方々と連絡を取り合って、はい、この沖縄でですよ、一銭も儲けないで、ね、本当に取り寄せた金額そのままで、いやいや、もうありがとうございます。ね、はい、で沖縄県のあちらこっちに配達していたんですよ。はい、まあ、だから今年もまたそろそろまたリンゴのシーズンですから、またリンゴ配達おじさんにまたなりますんで、そうなんです、ね、ぜひまたご注文よろしくお願いします。なんか風評被害、そうそうそう、メディアの、ね、メディアとか、そういわゆる反原発の人たちの風評被害で、うん、放射能がね、もうどうでもなってたんです。だってこう苦しい人たちをさらに苦しめるか、お前らっていう、本当にね、そんな中で源ちゃんがこの農家の方と直で話をして、
売れなくて困っているリンゴなど、リンゴですね。そうそうそう。だからもう何十箱って取り寄せて、はい、沖縄の我々に福島の人たちを助けるために買ってくれないかっていうことで、はい、私たちはね、ネットってすごいですよ。5箱、10箱と買って、はい、ネットからね、まあ、本当に注文いただきました。買ったり、自分たちで食べたり、はい、ね、自分たちがやることで、福島の人たちが助かるんだったらっていうことで、はい、ね、積極的にみんなで買っていつも考えてたんですよ、ね、まあ、できるのはその俺だから福島出身の俺それに住んでるの鈴木さんって方がいるんですけど、もう鈴木さんが熱心にこうやって、私はだから、あ、じゃあ私も売らせていただきますっつって、鈴木さんからもうじゃあ何箱っつって10箱とか20箱とかいう形で取って、それを注文いただいたところにも配達するんですよ。で、この源ちゃんから買ったこの福島のリンゴ、はい、美味しかった、美味しかったね。蜜リンゴですね。そうそうそう。で、口に入れるとこの甘い果汁とね、サクッとしたこの感触、はい、もすごいもううまかった。美味しかったですね。それを食べて自分ちょっと悲しくなったんですよね。はい、なんでこんな美味しいのにみんな買ってくれないのかな。だからね、そんな中で源ちゃんがボランティアでですよ、取り寄せて、わざわざその沖縄県内あちらこちらに配達していたのっていうのを聞いてね、はい、本当、源ちゃんすごいなと思いましたよ。いやいや、だってこの嬉しいだけじゃないですか。もう僕らもだからお金がたくさんあるわけじゃないから、逆にそういう時に、やっぱり福島の方たちの少しでもお役に立ちたいということで、ま、でもあれですよ、こう注文もらって、あの北部とかで行って、結局ドライブですよ。ドライブ、ドライブ、楽しいなで。要はこの和歌山でのポジティブに楽しくいきましょうよっていうね。だからもう本当にそれ、本当に泣けてきたのもね、あと、源、うん、ちゃんこれ全く無償奉仕してる。まあ、中にはダイビングのボンベ500円に500円上乗せして1000円で友人に貸す人なんか見る中で、ね、はいはい、まあ、全く何にも乗せないで取り寄せた値段でそのまんま、あちらこちらにやっぱり配達までしてたっていう、この奉仕の精神。あ、いやいや。もうまさにね、大僧侶。いやいや、楽しいですよ。少しでもね、だからそういう困ってる方たちのお役に立てるのは嬉しいでございます。もう大僧侶として栄養があります。はい、もうみんな手を差して、うっとっと。あ、ね、息もとけじゃないんだから。息もとけ。はい、ということで、源ちゃん、ちょっとね、また一曲、はい、曲の方を、はい、行ってきましょうね。行ってみたいと思いますけど、はい、よろしいですか、ね、はい、お願いします。今日は何だろうか。源ちゃんの、CD の方から曲を選んであります。はい、ありがとうございます。これ大きな声、ね。大きな声。これ、オリジナルの手話の歌です。はい。手話の曲。はい。ちょっとじゃあ、これ、皆さんに、はい、じゃあ、聞かせ、はい、聞いてください。したいと思います。はい。はい、源ちゃん、こっちでは今音楽が流れてるんですけど、喋、はい、ってるのは全部ネットに入っております。はい、ただ、リスナーの、ね、ネットのリスナーの方々にはやはり、この音楽の著作権がありまして、ちょっとかけられない。そう、だからオリジナル、自分 の曲だったらね、大丈夫だからね。はい、まあ、それでも一応念のために、はい、音楽は、はい、流れないように調整していますけど、はいはい、今、ラジオを聴いてる皆さんには音楽が流れてます。はい、ただネットでご覧になっている方々には、源ちゃんと私のユンタクが、ユンタクが、時間があと4分ありますので、はい、まあ、この、そうだね、もうこういった福島のリンゴ、そうだね、本当でも、あの時に自分も思ったんですよ、うん、確かに放射能どうのこうの言われてるけど、こんなにね、精魂込めて作ったリンゴが売れなくて、そうそう、うん、遠くに暮れてる人たちの姿を思い浮かべたら、うん、買わねえかいかんだろう。そうそう。だから僕も、大震災の、ちょっと、後に、まあ、3ヶ月ぐらい後に、福島行ったんですよ。そうしたらね、もう、こう、桜も、笹錦とか、もう何種類もあるのを、もう、で、食べてくださいって言って、食べさせてもらったから。で、その分、だから売れないわけですよ。だから本当は、本来なら、もう、ね、2000円、3000円で売れるようなものが、だから放射能の、この風評以外で、もう出ないからもうとにかくもう食べてってっていう形でね。そうなんですよね。あれ見たらね、もう追い打ちですよ。本当綺麗事の人たちはね、もう、ないですね、うん。どこぞの人たちは支援物資の中で、うん、
あの東北からの支援物資は受け取りませんって言ったような人たちもいたんですよ。もうね、こういう時に人間の本質って見えますよね。うん、そうなんですよ。困ってる人をここまでまたさらに追い込むのかというね。もうこれ信じられないですよ。ね、皆さん。困ってる人を助けましょうよ、みんなで。本当に。まあね、そういう意味では、だから、いろいろあのネットのおかげでいろんな情報を発信できるから、本当にありがたいですよ。ね、はい、そうなんですよね。さて、サンゴハートさんからメッセージですね。源、うん、ちゃんと初めて会ったのは数年前、おうおう、アメリカンビレッジでのライブハウスでしたっていう。あら、そう。はい、いや、そして、シンマンさんから、はい、リンゴ福島、間違っても、アホな議員としてはありません。リンゴですか。リンゴです。リンゴはちょっとね、はい、東北やね、県外の、美味しいリンゴはともかく、うん、ちょっと宮古島に食えないリンゴがあるらしい、ね、はい。自衛隊基地の周辺に、いる、なんか食えないリンゴがある。はい。はい、まあ、地上波では流れてないので、はい、大丈夫よ。大丈夫ますよ、はい、表には政治の話できないからな。はい、まあね、本当にでも本当に東北 のいろんな農産物もね、果物とか本当に、ね、皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。じゃーん。おお、これは久高島の波の音かな。いや、宮古島かもしれない。あ、宮古島かな。石垣島かもしれないですね。はい、辺野古の海の。辺野古はわわわわ騒いでるから、あれの音で波の音聞こえないかも。本当にね。ね、波音っていうのは癒されますよね。自然はね、本当に自然の恩恵はやっぱり人間を受けないって感じでしょ。もう自然の中で生きてるんですけどね。いつの間にか人間が上だと思い込んでる方々が多いんですけど。そうですね。はい、違いますよ。はい、そして早速ラジオネーム、うん、南大阪の足子さんからメール。お、はいはいはい。先ほどのリンゴの件で、はいはい、リンゴ、全国の、香りが風評被害って意味が分からない。なんじゃろそれ。キャプチャーに分かってる。あ、はいはいはい。いや、でもね、源ちゃん本当に、うん、あれでね、やっぱりみんなが福島のためにどうにかしようよっていうことで、うん、一人で10箱とかね、はい、買ってくれた人もいたし、はい、なんかそういう話を聞くと、なんか、うん、嬉しいですよ。なんか捨てたもんじゃねえなと。もう日本人捨てたもんじゃないですよ。うん、はい。もう、思いましたよ。本当、本当。だから、その、リンゴをですね、お歳暮として送るから、つって、もう 10箱、20箱、まとめて買ってくれる人もいたんですよ。うん、だからね、ありがたいな、そういう時に。で、自分もお歳暮とかに、ね、のし、自分でのしつけて持っていきました。はいはいはい。みんな美味しいって言ってくれましたよ。だからね、本当にこうスーパーとかそういうところで買うリンゴよりも本当に甘いんですよね。値段は安くて、はい、ぜひお買い物、また注文受けますから。あ、でもあれは北海道で届けられないよ。送料の方が高いし。まあでも最近はそういった風評被害もなくなって、ね、うん、そうですね、ちょっともう安心してるんですけど、本当ですよね。まあ、私の友人 の M 君が最近行ったら、うん、まだまだ完全に復興はしてない。してませんね。はいはい。で、これ何も東北だけじゃなくて、熊本でも一緒なんです、ね、うん、そうなんですよね。はい。熊本でもやっぱり非常にまだ完全に治ってない。そうですよね。熊本のシンボルである熊本城も。あれもね、もう見たら本当に、これ本当にコツ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 とのね、こう、修復なさっている方たちの、努力見たら人間ってすごいなと思うんですよ。自分なんかね、沖縄に行ってあんまり大きな地震、うん、体験してない。ないんですよ、今のところはね。熊本に行った時に、この熊本城の下にある熊本神社が倒壊してるのを見てびっくりしました、はい、で、上のお城の石垣から石が落ちてきて、うわ、潰してるんですよ、ね。はいはい、大変ですよね。人がいたらどうなってたんだろうなと思ったんですけど、うん、本当ですね、自然の力っていうのは、うん、侮ってはならない。そう、
だから結局地球ありきなんですよ、私たち人間は。だから地球をもっともっと大事にして、もう地球にダメージを与えないように、私たちがもっともっとやっぱりこう創意工夫をすべきだし、ね、もういつの間にかこう自分が人間が上だと思ってる皆さん、心を改めましょう。そう なんで地す球は命ね。の母でございますから。はい。まあ、で、玄ちゃんの曲にもそういった曲もたくさんありまあすりよますね。ね。はい。まあ、次回にまたおかけしたいんですけど、私が玄ちゃんの曲で好きなのが、私たちは地球、一つの地球家族というハワイアンな曲があるんですけど、これはぜひまた来これ、週。そうそうそう。だから、この曲に関してはね、もう初めて体験したんだけど、私の頭の中でメロディーがずーっと、こう、リンクしてずっとずっと、流れてくるんですよ。なんか、これを出さないと、落ち着かないっていうね。それで、こう、出したんですけど、初めての体験だったですね。どこから授かってるのかな。やっぱり神がかってますだね。から、いやいや、やっぱりね、こう、なんか、やっぱ地球が何かを伝えたんでしょうね、私に。はい。本当に。だからもうね、やっぱり私利私欲で、もう世界中、こう、争うことしてるじゃないですか。もう、だから北朝鮮だって、自分たちが優位に立とうとしてあんなことやってるけど、まあ、私利私欲は別に世界中どころか、沖縄まあ、すぐ身近そう、でもありますあよりね。ますからね。人間はそういうところ、やっぱり改めて、やっぱり人を、お互いに助け合う、支え合う、ね、そういう、こう人間に戻らんとあかんですよね。玄ちゃんの福島、特にあの頃はもう福島の風評被害がもう絶頂にある頃に、最悪でしたね、あこの頃のね。リンゴをね、何十箱って取り寄せて、原価でそのままみんなに一つ一つ配達をして回ってたあの姿を思い出すとね、本当に玄ちゃん、神様みたいな人だなって、今なったらそう思うんですいや、けでもど。ね、やっぱりこの福島のリンゴを食べて、おいしい、ありがとうねって言われたらね、おお、また来年もやるぞ。なるのよ。やっぱりね、こう価値があるんですよ。福島のリンゴ。美味しかったで美味すしかっよ。たね、ほんこと。んなにね、大きくて、美味しいリンゴが売れなくて、産地ではもうたくさん残ってるなんてだね。から結局売れないから、あとはもう潰すしかないじゃないですか。もったいない。これだけ精魂込めて、ね、愛情注いでできた商品がそうでね。すよ。まあ、私たちにね、食べてもらうために生まれてきたリンゴがそうね、なんですよ。売れないっていうことで。まあ、売れちゃ困るリンゴもいましたけどね。売れちゃ困るのか。売れちゃ困るのもありましたけど。はい、まあ、ネットリスナーの皆さんたちは、もう、苦笑いをしてると思います。まあ、でも、本当にこういった奉仕の精神、相互扶助、まあ、沖縄では、ゆいまる誘引もあ精るですよ神ね、っていうんですけ助け合いですよね。ど、もっともっと、うちなんちはね、ゆいまる精神出してもいいんじゃないですそうかですね。ね。毎日毎日何かになんか起こってるようなうちなんちっていうのはそうですよね。良くないんですよ、やっぱり。結局こうネガティブに捉えると、もういつもなんかこうちむさんさ、気持ちがもう落ち着かなくて、そう。もう怒ってばっかりいる人もったいない。一日ね、こう怒ってるのと、もうニコニコして、ね、こう楽しんでる人生やっぱり違うよ。いや、やっぱりこう楽しく行きましょうよ。ニコニコと笑ってね、ね。もう元教師っていうのはすごい能力持ああ、ってても、そうなそれんをだ活ね。用しないでね、は変なことばかりい。やってる人もいまいすますよ。ね。もっとね、勉強できないけど、お金がなくて塾に行けないようなボラそう、ばあさんもボいるランわティけじアゃでないですさ、ボランティアで寺子屋みたいにさ、こう勉強教えてくれるような、そういう、もうだって能力あるんだから、そういうふうに生かして自分を。はい、早速また新しく、ノックをして、ラジオネーム、アキさんが、あ、はい、秋さん、はい、またこんにちネッは。トの中継をご覧になっております。あはりい、がとうごありざいがとうまございます。す。しかし、今日も、玄ちゃん、しょっぱなにしては、ねえ、はい、ありがとうございます。合皆さんのお計かげで。150名の方 々が、うう中継を見ていただいあ、ておりそうまなす。んだ。まあ、この放送は、FM 南城から生放送でお送りいたしておりはますい。が、ネットの、ツイキャス、ボギーチャンネルで、はい。映像付きで流しております。玄ちゃんがパタパタパタとうちを ずっと回るんで仰いでおります。はい、もうネットで見ますと、この玄ちゃんの五光を指すお姿が見えますんで、ぜひ皆さん、スマホでアクセスをして、玄ちゃんが映ったら、うーとうとうと。あ、うーとうとか。今見たらさ、左打ちはなんで左打ちは。左打ちは。
こっちは。持ち帰ろうかなと思って、左しか空いてない。はい、ということで、はい、まあ、時間もあっという間にあと3分。ちょっと待って、ちょっと待って、もう早いんじゃない？ちょっと。いや、まあ、マジにそうなんですよ。あら。リスナーの皆さんから、次回はぜひ、源ちゃんの生歌を聞きたい。あら。メッセージが来ています。ああ、そう。はい。じゃあ、やりましょうか、次回。ぜひね、源ちゃんまた生歌の方で、はい。一発言っていただきたいなと、私思いますけど。ああ、ね、やりましょうか。はい。一応悪くないなと思って。だからね。それやってください。はい、どうも。ありがとうございます。姉さんどうもありがとうございます。お買い物楽しんでください。すごいですね。サプライズスタジオって欲しい、ね。だからね、お客さんと、このね、素通りする顔も見れるし。視線が合うんですよね。はい。これ、なんか、ゲンちゃん癖になりそう。楽しいよね。ね、だって、あそこの、FM21 は、お客さんとおらんもんで。おらないですよ。上からオスプレイってことで。そうね、ああ、そうか、そうか。こちらの通るお客さんがね、ちらっと見ていくのが、なんかとても嬉しい感じでございました、ね、はい。ありがとうございます。いやー、もう本当に、こういった方々もどんどん、ラジオに参加してもらってね。ね、あ、風邪ひかないでよ、風邪ひきさん、大丈夫ねえ、もう見えるから、もう風邪ひかんでね、本当に大変ですよ。と、はい、いうことで、源、はい、ちゃんもあっという間に、あと2分ちょっとに、はい、あらなってしまいました。ああ、そうなんだ。ああ、本当だわ。はい。まあ、でも、初回、こうやってやっぱりリラックスして、話せるというのがね、やっぱり、ボギーちゃんとだからだろうな。で、まあ、そんなもんだと思います。まあ、南城市民にもね、こうやって、ね、こう、お話ができるって嬉しいですよ。ぜひ、これからもですね、皆さん、いろいろ、ね、こう聞いていただいて、リクエストとかありましたら、はい、ね、お寄せください。まあね、現地も南城市に住んでますんで、はい、ぜひ、市民でございますから。仲良くしてくださいね、皆さん。はい。前に、あるお店、iPhone 修理屋さん、気になるよね。iPhone 調子悪くなると、持っていこうかなと思ったりしますけど。はい。でも、ゲンちゃんの iPhone じゃないよ、気がする。あ、だからよ。いや、行ってみたい。いいじゃない、そこ、深く突っ込まんで。ということで、はい、今日もですね、はい、初めての FM 南城からの放送でしたけど、皆さんいかがでしょうかね。はい。そうですね、はい、本当にね、もう、南城市もそうですけど、情報とか、もちろん沖縄からの情報もどんどん流しながら、やっぱり季節ネタもですね、これからまた年末、クリスマスシーズンでね、お正月迎えてきますんで。そうですね。ね、はい。この番組は、源ちゃんのぬち薬、耳薬、毎週木曜日12時から12時50分、ちょうど、ね、昼ご飯食べてる時間帯に生放送で、はい、お送りします。はい、ぜひ、俺も喋らせてくれって。あ、うわ、やらなくてまた来ていただきます。マイクジャック。はい、よろしくです。はい、はい、ということで、源ちゃんと50秒。はい。はい、ね、また、来週もですね、いろいろとまた、皆さんに喜んでもらえるような情報もお届けしたいと思います。ね、ボギーちゃんと一緒に、南城市、そして活性化を図っていきたいなと思いますので、ぜひ、また来週もよろしくお願いいたします。はい、ボギーちゃん。はい、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。また来週。はい。ありがとうございました。はい、あと10秒ですね。はい、9、8、7、6、フェードアウトします。はい、はい、お疲れ様、はい、お疲れ様です。なんだ、お早すぎるよ。はい、ということで皆さん、今日初めての、はい、FM 南城での、源ちゃんの耳薬、ぬち薬復活版でます。はい、はい、政治の話をしないでねって言われてるけど、緊張最初してたんだけど、全然考えてなかったね。いや、政治の話になって何にもしてない。何にもしてないよね。ね、売れてはいけないリンゴの話してた。あ、そうね。そうですよね。皆さんそうですよ。そうそうそう。やっぱ買ってもらいたいリンゴと、うん、売れちゃいけないリンゴがある。あるね。そうじゃないですか。毒リンゴがあるね。毒、はい、リンゴっていうことで。さあ、もう今日ラジオを聞いてる、ネットで見てる皆さん、はい、食事しながら見ていただいたと思います。ありがとうございます。本当にね、食事が美味しければよかったけど、大丈夫かな。ついついリンゴの話をしたんで、リンゴが目に浮かんで、うわ、
思わず橋が止まった人もいるんだと思いますけど、ね、はい、まあ、でも源ちゃん楽しかったです ね、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じで、はい、今日もそう、来週もまたね、はい、来週も楽しくやっていきたいなと思います。12月いっぱいあります。はい、よろしくお願いします。まあ、見てる通り、皆さん、源ちゃん、皆さんのおかげでだいぶ元気です。はい、ありがとうございます、本当に。一時は落ち込んで下に行ったんですけど、ね、あれだけの方々がやっぱ全国からね、まあ、応援、はい、メッセージとかね、まあ、CD の件でご支援いただいています。はい、本当に。で、近々に仲間たちと、この、源ちゃんのクラウドファンディング立ち上げてですね、源ちゃんにこの新しい CD をちょっと作ってもらって、はい、ありがとうございます。やろうかなと思っております。はい、頑張ります。その中には、ありがとう自衛隊とかね。そうだね。また、源ちゃんが新しく作る曲とか、そういったのも入れてですね、うん、今までの源ちゃんのこのアルバムとはまた違ったものを作って、うん、まあ、御礼ということで ね、配布していこうかなと思ってますんで。はい。はい、まあ、それはまた皆さん立ち上がったらよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。お昼の貴重な時間帯に、こうして、源ちゃんと私の、はい、実はここで政治的な話をしてかんって言われてるんで、はい、シーンでございます。はい、だから、政治の話は一切しません。はい、はい、曲を流してる間はちょっとしますけど。ただ、表に出ないから。ただ、ついつい出来心である。そうそう。リンゴの話。リンゴの話かな。リンゴの話とか、海に浮かぶプカプカっていう話。そういった話は、プロって出るかもしれない。はい、どうリンゴ、リンゴの話、政治の話。そう。別に変なこと言ってませんから、プカプカ。そうですよね、皆さん。で。あ、サンゴアートさんから、魔法の言葉を聞きたい。あらあらあら、そう。ゲンちゃんのちょっとライブラリー、魔法の言葉。ないですよ。だから、あれだね。あ、じゃあ来週はカラオケ持ってきてから歌う。なんでですか、ゲンちゃん。だからね、ね、よしよし。ゲンちゃん今日持ってきてる CD は自分の以外は山口あやきさんのナンバーばっかりで。そう。もうゲンちゃん、あやきさんのファンなんですよ、ね。そう。頑張ってるからね。拉致被害者のために、こう、本当に、もう、やっぱり頑張ってる人は応援したいしね。うん、今度あの、アルバムが出るんですよ、あやきさん。3000円で。はい。ぜひ、ゲンちゃんは、今月末。あやきさんとだからね、コラボで、コンサートできたらいい、ね、うん。そうだよね。だから、彼女とハモりたいし。ああ、ね。海がよとか海浮かばない。そうだね、いいよね。と思います、うん、で、次回のね、沖縄研修、まあ、ある団体の沖縄研修では、源ちゃんもちょっとお招きしてですね、おー、ぜひ南部戦績の方で、この君が代、そして海浮かばをちょっと歌っていただこうかなと。で、はい、来年は技術空挺隊の日に行きませんかって一応、アイデア出してるんですよ。あ、そうなんだ。で、その技術空挺隊の慰霊碑と、この当時の延滞号の前で、まあ、180名ぐらい全員で整列をしてですね、今から42年前にここに降り立って懺悔された英霊、まあの方々に、その日本の国歌、はい、そして海浮かばをね、まあ、みんなで合唱してお聞かせしたいなというふうに思ってます、はい、また、いろいろご協力のまた源ちゃんよろしくお願いします。そうですね、だからあとはやっぱり英霊に対する本当に感謝をやっぱり、ね、もう私たち日本人は持たんとは感謝、この方たちがもうこうやってもう本当に命を投げ出して頑張ってくれたからこそ今の平和がありますから、はい、そういう意味ではもう感謝しない連中がいるとね、もう本当にわじわじしてさ、残念すぎますね。あと源ちゃん、保育園から電話があってですね、はい、浦添市内の保育園から、12月の23日の午前10時に、はい、子供たち、もう本当にもうピヨピヨですよ、ピヨピヨ。ピヨピヨは日本国の宝でございますよ。ピヨピヨの子供たちの前でぜひクリスマス会するので、参加してもらえないですかということで。23日。はい。いいじゃないですか。うん、私はサンタの格好。あ、サンタさん。ね、はい、毛深いトナカイを連れて行く。ああ、二足歩行できるトナカイさんね。二足歩行できるトナカイさん。はい。それと、源ちゃんもサンタの格好をして、みんなの前で、歌を歌う。ああ、言っちゃなんだから、サンタの衣装が俺に合うかどうかだよ。まあ、帽子だけかぶってればいい。あ、帽子だけね。はい。でなきゃ、大僧正の、調査から、送っていただいた大僧正。袈裟をつけていけば。袈裟を。何かあるのか分からない。
そしたら、お前家のほら、再生箱を買ってきて、子供たちが飴玉入れると。ああ、いや、俺が飴玉入れるよ。まあそこでまた元ちゃんが風船とか作ったりね、ただね、すごい子供たち喜ぶと思います。そうそうそう、子供の笑顔ですよ、はい。もう世界の宝です。本当に世界を幸せにしますから。だからもう子供たちが、もう、元ちゃんも誘っていいですかって言ったら、すごい園長先生喜んで、元ちゃんの、歌を子供たちに一生懸命これから教えますね、っていうことで、ありがたいですね。手話の歌、何ていう曲ですか、魔法の言葉というと、あなたが好きだからというのがありますよね。魔法の言葉を子供たちにね、うん、今から教えるって言ってました。あら、そう。わあ、はい。みんなね、合唱するそうです。うん、いいですね。いいですね。いいですね。これこそ、元ちゃん、平和じゃないですか。平和ですよ。これが平和ですよ。ね、眉間にしわ寄せてるんですよ。道路に寝転がるのが平和じゃないんですよ。あれはですね、あれは地球と害虫です。いいかな。カメムシですか。カメムシか。最近カメムシに見えるんですよ。あら、本当ね。カメムシ。だってカメムシっていうのは、うん、掴むと臭いよね。臭いじゃないですか。臭い匂いだし逃げるんですよ。そうなんだよね。で、あいつらも一緒で、うん、僕らに掴まれそうになると、うん、デマだって言ってから。デマだ。臭い匂いだし逃げるんですよ。だからデマだっていうのはカメムシ。カメムシ。皆さん、デマだと叫ぶのカメムシ。カメムシね。全く一緒。本物のカメムシは掴もうとすると、うん、ね、臭い匂いがして逃げる。だだで、あの系統の人たちは論破されそうになると、デマだって言って逃げるんですよ。でも全く一緒。日頃から匂い出してる人。そうですね。お笑いだから。あのハートさんがデマもして。デマ。ラクタさん、どんずらカメムシだ。すげえな。はい。いやー。うん、転がしと言ってる人もいますね。はい、はい、まあ、転がすのは何なんでしょうね。なんだろうな、はい。ノーベースの看板かもしれないですね。はい、ということで、ジェン園長、そろそろ締めましょうか。はい。ありがとうございました。はい、また来週。あ、終わりですか。あれ、終わらんの？ちょっと挨拶をしてる、ね。はい、皆さん、どうも、ご心配おかけしましたが、園ちゃん、復活しました。はい、これからさらに笑顔大使として頑張っていくべち。またよろしくご声援お願いいたします。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。